高校生でサッカー部に入っているものです。僕はみんなよりサッカーが下手で自主練をたくさんしてもうまくいかなくて、ある日の部活の時、自分への悔しさで自制が効かなく大泣きしてしまいました。そこから部活にも行きづらく、そしてサッカーのモチベーションも下がってしまいました。壁にぶつかった時の対処方法を教えてください。環境を変える、これは日本ではなんか大多数の人が逃げということを言ってくるので、周りに相談してもあんまりいい回答は返ってきません。なので僕の言うことを信じる、またはもう環境を変えないぐらいしか、まあ手はないかなと思うんですけど、僕は環境を変えるというのは逃げではないと思っているので、どこかでもしかしたら自分を必要としてくれる、自分を評価してくれる環境がどこかにあるかもしれないという視点で、いろいろもっと視野を広げて周りにトライしていいんじゃないかなと思います。そしてそれはできるだけ早く環境を変えたいと思うのであれば、早く行動に移すのがいいんじゃないかなと思います。 Please follow it! Follow it!